掃除してたんです。おやす。話があるんです。散らかっててすみません。実は僕、母さんと住んでた頃に飼い始めて、もしこの先僕がここにいたから、その時は先輩はリーダーだし、大人だし、今日だってこうして、だからお願いします。お小遣い全部と、はい、その時は、オムライスなんだけど、こいつが家に来た日の晩ご飯がハンバーグだ。とにかく時間、お騒がせしてすみませんでした。寮の人たち気軽に声かけてくれて、心配してくれる。先輩もどうしてですか。ここに来たばっかりの僕を、えなこと聞いても。お世話になった分ちゃんと。それじゃあ、先輩ありがとう。と終わらせようぜ。おっす。はーい。あー、ここってし、あ、お前ってなんかこの1位のやつ気にや、そいつは早瀬っつって、ま、ゆくゆくは俺が、はは、暑苦しさならすでに勝ってんじゃねえ。まあ今はジャージが正解かもな。おしゃべりもいいけど、でも一緒に動かしてね。た、竹馬わ、悪い。あれな、うぃー、道具取ってきた。ドリルなら、内臓。うん、で、あれプチプチがねえじゃん。プチプチ、あ、よし、今度はお前が行ってこい。いやいや、わかるけど。あそこ、シュチ肉林よ。お前好みのお姉さんがお待ち。え、ま、マジか。だから、早いとこ。まあ、す。ほん。てか、バカじゃないの。
なんですかね。はあ、しょうがね。にしてもさ、いろいろ企画あって、あれ飛び入りもありっていう。へ、お前と。え、て俺かよ。どんな無茶ぶりだよ。嘘嘘、宮本と。え、俺ぜ冗談です。じゃあお、お、やる気じゃん。どうも、大人気コンビ友近け。おお、切れ味あるな。いやー、もうすぐ文化祭ってことで。諦め早いな、お前。あと360回ぐらいね。よく言うでしょ。はい、出ました、ハイエンドギャグ。ギャグといえばあれね。目輝かして、さすが月光星って。これうーん、打ち合わせ。はいはい、そのへん。もったいないといえば、え、あー、やっぱ知ってんだ。残念がってるやつも多いよ。あ、そつか何が残念なんだ。ピュアボーイ。まあ、いやいや、純平さん。うそ、愛ちゃん。素晴ら、楽しみ。私からの成果の、そう。それで。気をつけて。それで、ん？もういいのか。じゃあな。Got it.
私、まず装甲の全長と幅を、そしてボディ塗装を金色に変更。でしょ？もしかして外見が持つ栄光の種だから、私そう思います。キモ。あ、すみません。私、本にあった種、そのあなたのこと何よということ。外見、これからは出力最大、弾数5割増し。なんだか今すぐに立ち込む。ああ、も残念。授業始めますよ。残念。
こ。それで。友達の女の子、最近よくお世話になって相談に乗ってもらったり、最近ずっとその人のことを恋愛感と、先輩に相違というより、あ、先輩のおかげで、頑張ります。あ、宝箱があります。敵どんどん強くなりますね。僕も成長しないと。階段を発見。検知、ご指示を。生命反応をか、え、はい、おかえりな、ごきげんよ。気配が、それで、差し込んできてるのって太陽の光。こんな時に不謹慎かもしれませんが、どこかに。
やります。戦闘準備を開始します。貫通狙いの攻撃は効果がないみたい。白くて綺麗ですね。コロマル、一緒に頑張ろうな。コロちゃん、ペルソナで。
きません。注意してください。何が言うこと。やってみせるであります。氷結に弱いみたい。どんどん凍らせちゃいましょう。これが私の役目。感知します。はい、ご機嫌。気配。それでは前ですけど、力押しだけじゃ勝てない相手もいますよね。あ、宝箱があります。敵がいます。行きますか。黒丸、どうする。
ペルソナで。ご指示を。宝箱で。敵を検知。ご指示を。ごきげんよう。私からのお願いです。それで ようこそベルベットルームへ。どのようなペルソナをご所望ですかな。
こちら引き継ぐ新たな力は授からないようですな。新たな力は授楽しみでございますな。必要な素材は揃いましたかな。こちらにいたします。必要な素材はどのようなペルソナをご所望ですかな。おやめになりますか。またの撃破コナちゃんグッドです。撃破
ヘカトンケイル。皆さんの勝利です。お疲れ様でした。お疲れ様。この状況はペルソナ発動。この相手の解析を進めますか。興味深いです。
ようこそベルベットルームへ。これまでの歩みでございます。こちらを引き出すのです。内なる力を。どうぞご覧ください。そのペルソナがご覧ください。こちらを引き出すの。それではこちらを登録なさるのですね。受けたまわりました。私どのようなペルソナをご所望ですかな。こちらでよろしいのですか。引き継ぐスキルをお選びください。強大な力を授かって生まれてまいり、強大な力を授かって、これはこれは。素材。こちらは強いペルソナです。どちらを継承なさいますか。いくらかは力を授かるようですな。では始めるといたしましょう。おやめになりますか。また